ジョン・アームストロングジョン・アームストロングは、アメリカ合衆国の軍人、政治家、大陸会議代表、アメリカ合衆国上院議員、そしてアメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1758年11月25日、アームストロングは、ペンシルベニア植民地カーライルにおいて、大陸軍少将,将ジョン・アームストロングとレベッカ・ライオンの息子として誕生した。アームストロングは、 カーライル市内で教育を受け、ニュージャージー大学で学んだ。アームストロングは1775年にプリンストンでの勉学を中断し、アメリカ独立戦争に参戦するためペンシルベニアへ帰郷した。1775年、若きアームストロングはペンシルベニア民兵の連帯に参加した。1776年、アームストロングは大陸軍将軍、 ヒューマーザーの補佐官となったが、プリンストンの戦いにおいて、マーサー将軍と死別した。その後アームストロングは、ホレイショ・ゲイツ将軍の補佐官となった。アームストロングは、ゲイツの元で9ヶ月余りを過ごしたが、健康的理由によりサラトガの戦いの後の1777年10月に、ゲイツの補佐官を辞任した。1782年、 ゲイツ将軍はアームストロングに対して軍への復帰を要請した。アームストロングはこの要請を受け入れ、ゲイツ将軍の参謀となった。アームストロングは、少佐の階級を受け、独立戦争の終戦まで、ゲイツ将軍を支援した。アームストロングは、ゲイツ将軍とともに、ニューヨーク国ニューバーグに駐屯した際、ニューバーグの陰謀に関与した。アームストロングは、 中屯地の商工をあてに2通の匿名の手紙を作成したとされている。一通目は1783年3月10日付で送付された商工への声明と題された手紙であった。この手紙は商工らに会合の召集を呼びかけたものであり、見払い賃金その他の議会への不満を議論し、問題解決のための行動計画を策定することを求めた。その後、 ジョージ・ワシントン将軍が3月15日により穏やかな形での会合招集を呼びかけると2通目の手紙が出回った。この手紙には先の手紙での訴えをワシントンが指示したとする主張が記されていた。ワシントンはこの抗議行動を血を流すことなく成功裏に沈めた。アームストロングは後世の主記において自身の関与を認めているが、 特命の書簡とアームストロングとを結びつける公的証拠は残されていない。1783年、アームストロングはペンシルベニア国にカーライルに帰郷した。アームストロングはジョン・ディキンソン、ベンジャミン・フランクリン領、国知事の下で軍務長官と州務長官を務めた。1787年と1788年にはペンシルベニア国の代表として、 連合会議に派遣された。1788年、連合会議は北西部領域の首席裁判官をアームストロングに依頼したが、アームストロングはこの依頼を断った。その後アームストロングは12年間にわたってあらゆる公職を断り続け、ニューヨーク州ダッチェスで農場経営者として暮らした。1800年11月、アームストロングは 連邦上院議員ジョン・ローランスの辞任をきっかけに公認の上院議員として公職生活を再開した。アームストロングは1802年に民主共和党の公認候補として上院議員に再選した。だがアームストロングは任期満了直前の1802年2月5日に上院議員を辞任した。アームストロングの公認にはデビィ,ィット・クリントンが選出されたが、 クリントンが1803年11月に上院議員を辞任すると正式な公認が決まる1804年2月4日まで暫定的に上院議員に任せられた。1804年2月25日、アームストロングは連邦上院議員テオドロスベイリーの辞任に伴い公認の上院議員に着任した。だがアームストロングは 着任からわずか4ヶ月余り後の1804年6月30日、トーマス・ジェファーソン大統領から中仏講使に指名され上院議員を辞任した。アームストロングは1804年11月18日に新任状を法定し、1810年9月14日まで公使職を務めた。また1806年にはスペインの請求裁判所で合衆国の代表を務めた。 1812年に米英戦争が起こると、アームストロングは軍に招集された。アームストロングは順唱に任せられ、ニューヨークの港湾を防衛する任務に当たった。その後1813年、ジェームズ・マディソン大統領はアームストロングをアメリカ合衆国陸軍長官に指名した。アームストロングは陸軍において様々な有益な改革を行った。 だが1814年9月、アームストロングはイギリス軍による1814年8月のワシントン焼き討ちの責任を追求され、陸軍長官の辞任を強いられた。陸軍長官退任後、アームストロングはニューヨーク州の農場へ戻り、隠居生活に入った。アームストロングは数多くの歴史書、電気、農業書を出版した。 アームストロングは1843年4月1日にニューヨーク州レッドフックの自宅で死去した。アームストロングの遺体はニューヨーク州ラインベックの墓地に埋葬された。1789年1月19日、アームストロングはニューヨーク州リビングストンにおいて政治家ロバート・リビングストンの娘のアリダリビングストンと結婚した。結婚後アームストロングは ニューヨークへ移り住み、妻の一族から購入した、ダッチス軍の農場で地主となった。ありがとうございます。